サーゴ級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦。1937年から1938年にかけて10隻が建造された。本級の後継としてタンバー級潜水艦が建造された。1936年度に建造されたサーモン級潜水艦の諸性能が一応アメリカ海軍の望みうるレベルに達したということもあり、1937年度でも引き続いて、 同形艦6隻が整備されることとなった。その間、潜水艦に必要な核種機器の技術革新は目覚ましく、特に多年の懸案であった電池とモーターの進歩が1937年度計画間に大きく反映される結果となった。まず、電池の面ではベラ47型と呼ばれる耐久性と安定性が従来のものより格段に優れた画期的な性能を 持った電池が開発されこの電池は通称サーゴ電池とも呼ばれ、以後アメリカ潜水艦の標準電池となり、戦後も長く改良型が使われたロングセラーの電池となった。この電池の搭載により管内区画の配置が一部変更されたことで排水量が若干大きくなった。しかし、 この時点では、機関部門では満足のイクモーターが未開発ということもあり、サーモン級に引き続き接中型の複合型機関が引き続き搭載されることとなった。ついで1938年度でも当初計画では引き続き6隻が建造されるはずであった。しかし、第二次ロンドン海軍軍縮会議締結の影響により、2隻削減され4隻が建造されることとなった。 その計画の段階で、ようやく満足しうるモーターの開発が成功し、これにより1937年度間までの接中型複合機関から、再び純然たるディーゼル電気推進機関が導入されることとなった。当然、ポーパス級潜水艦に導入された機関より、信頼性が増し、また保守も容易であることから上院に歓迎された。いずれにせよ、 四機械界と電池は満足のいくレベルには達したが、その反動からか、魚雷の発射線不足など、再び攻撃力に対する不満や、改正要求が出てくることとなった。サーゴ級の故障に関しては、排水量の微増と電池、モーターの性能向上を除けば、サーモン級と性能は、ほぼ同一であるので、独立形式としてではなく、サーモン級と合わせて、新 S 級潜水艦。 あるいは1937年度間を新 S 級潜水艦第2グループと呼称することもある。1938年度間は新 S 級潜水艦第3グループ、あるいは別形式としてシードラゴン級と呼称する資料もある。ポーパス級、サーモン級で実施された外装型魚雷発射艦の装備は実施されなかった。その他、 環境構造の突型化改装やレーダー搭載が順次実施されたことも微砲の大型化など重火器の搭載の見送りもほぼ同一である。微砲に関しては4インチ50口径砲に換装した艦もいる。太平洋戦争開戦後はアメリカ潜水艦隊の中核として広く活動した。本級の8番艦シーライオンは太平洋戦争において日本海軍に撃沈された。 最初のアメリカ海軍潜水艦であった、ガトウ級潜水艦やワラオ級潜水艦の各艦が大量に戦線に投入されるに及んで、ポーパス級、サーモン級同様次第に練習艦などに転用されていった。1937年度艦、1938年度艦それぞれ2隻ずつ潜没し、うち1938年度艦のもう1隻の潜没艦であるシーウルフは、 1944年10月3日に、味方に5人撃沈されるという週末を迎えた。また、1937年度間の5番艦スクアラスは1939年5月23日に、公衆運航中自己沈没し、引き上げ後、セールフィッシュと改名して、最終益している。なお、詳細な戦歴は、各艦の功を参照とのこと。ありがとうございます。